ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、ヤマトです。今回は2023年渋谷ハロウィンの混雑状況をお届けいたします。ハチ公口が封鎖となった影響で混雑箇所もかなり偏っていました。複数の路線で調査をしましたので、ぜひ最後までご視聴お願いします。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いします。まずは山手線の東京方面行きを見てきます。混んではいますが、いつもの渋谷という感じですね。まだ時間も早いので、もう少ししたら見てみます。こちらは埼京線の武蔵浦和駅です。並ぶ人は多いですが、車内がかなり空いていますね。こちらももう少し後で再度見てみます。ハチ公口の封鎖による構内の混雑を見てみましょう。人がとにかく多くて思うように進めません。ただこの時はまだ空いている方で、帰宅時に通った時はもっと混雑していました。少し時間を空けて戻ってきました。新宿方面はかなり人が多いですね。こちらも新宿方面行きです。ハチ公口方面の階段からどんどん来るので、列がすごいことになっています。再度埼京線のホームに来ました。ホーム上の人の数がすごいことに。渋谷段階でこれはこの先が思いやられますね。こちらも埼京線の快速電車になります。
混みすぎてどこがどの列なのか全くわからないです。山手線に戻ってきました。新宿方面は依然として人の数がすごいです。こちらは東京方面になります。とにかく降車が多いのでそこまで混みませんね。山手線と埼京線を見たので次は田園都市線を見に行きましょう。田園都市線は昨年もかなり混んでいました。ハチ公口が封鎖されているので遠回りになります。なんとか着きました。田園都市線の混雑を見ていきましょう。まずは急行の中央林間駅です。 JR に負けないくらいホームに人がいますね。階段付近はかなり混んでいますね。こちらは確定で後ろ寄りの階段付近になります。こちらも人の数が半端ではないです。山手線を超える混雑ですね。こちらも確定電車になります。後ろ寄りはとにかく人が多いので避けるべきですね。
後ろ寄りの階段は特に混むので先頭付近から乗車した方が良いです。映像の6号車付近まで来るとだいぶ落ち着いています。こちらは急行になります。入線段階で空いていても停車時間があるので最後は混雑します。次は確定の4号車付近を見ていきます。2台でこの混雑は辛すぎる。次は副都心線を見ていきましょう。和光市方面行きはかなり空いていて、本日見てきた路線より余裕があります。渋谷の帰宅ラッシュが始まるのを待つ間に、原宿はどれくらい混雑するのかを見てきたので、どうぞ。原宿名物のギロチンドアが発動してる。こちらが最後になります。原宿もかなり混みますね。
後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。